ここからの時間は予報センターの山口さんに過去の地震データの分析をしていただき、地震への備えを見ていきたいと思います。さてこちらタイトルが過去10年で震度5弱以上の地震は何回ということで題しておりますが、ある時を境に地震の発生数というのは多くなっているんですよね。そうなんですよね、はい。それが、2011年の東日本大震災を引き起こした、東北地方太平洋沖地震、これが大きな、原因となります。はい。この地震ですけれども、マグニチュードが 9.0、9.0 というのはですね、地球規模で見た時も過去100年余りの間で4番目の大きさとなりまして、それだけ極めて大きな地震だったということになります。大きな地震が起きた時というのは岩盤が壊れるエリアが非常に広くなるんですよね。それによってその後続く余震も多発するという傾向があります。この2011年、大きな被害が出ましたけれども、この被害もさることながら岩盤、地球内部に与えた影響というのも極めて大きかった、それが、地震を多発させたということになります。なるほど。そして過去10年での回数を見ていきますと、このようになっているんですね。はい、答えは186回なんですよね。これ2011年から、去年までの10年間なんですけれども、実際はですね、この2011年に東北の太平洋沖を中心に、実に70回近い、震度5弱以上の地震がありました。このエリアで、集中的に起きた、つまり、2011年の超巨大地震の余震がやはり数を大きく引き上げているということになります。ただですね、もう一つ言えるのが、ここ集中して起きてますよね。ただ普段あまり地震が起きないと思われております西日本、あるいは北日本も、日本海側も含めて複数回の震度5弱以上の地震が起きております。特に記憶に新しいところでは、この2016年4月に起きた熊本地震、これもですね、余震活動が極めて活発な地震でして、この震度5弱以上の地震が多発したということになりますね。はい。ということでここまで過去10年の震度5弱以上の回数で見ていきましたが、ちなみに地震が起きるときというのは、夜、昼関係あるんでしょうか。はい、時間は特に関係ありません。例えば、この東日本大震災を起こした超巨大地震は14時46分ですね、お昼過ぎに起きました。で、阪神淡路大震災1994年が5時46分、また熊本地震は2回、震度7の揺れがあったんですけれども、いずれも21時台と午前1時台となっておりまして、昼間でしたり、早朝でしたり、深夜でしたり、いろんなパターンがありました。全体的に見てもですね、地震の起きる時刻は特に関係なしということになりますね。はい、ということで、一日を通してといいますか、常日頃から準備をしておく必要があるということになりますね。はい、そうなります。はい、ではどのような備えができるのかどうか、ここからは確認していきましょう。日頃からの備えが大事ということで、家具類の転倒落下、移動防止対策、そして怪我の防止や避難に支障のないように家具を配置しておくことが大切です。また家具やテレビ、パソコンなど固定しておいてください。転倒落下、移動防止措置をしておくことが大切です。そして家族との話し合いをしておくことも大切なのではないでしょうか。家族で避難場所や避難経路を確認しておき、外出中に家族が帰宅困難になったり離れ離れになってしまった場合の安全確認の方法、そして集合場所など決めておきましょう。こうしておくと少しは安心できるかと思いますね。そうですよね。先ほどもお話した通り、地震というのは本当に時刻を選ばず、起きてきます。ご家族皆さん一緒にいらっしゃれば、その行動、一緒に取れるんですけれども、お昼で、学校とか会社に出かけられたりして、一家揃わないということもありますので、事前のこういった話し合いですよね、これが非常に重要になるかと思いますね。はい。そして避難場所に行く際には非常用持ち出し袋などを持っていくかと思いますが、もしもの時の備え、今特に、新型コロナ対策として、マスクやアルコール類大切になってきますよね。そうですね。はい、やっぱり避難所の中でもこういった対応策、取られているところあるんですけれども、地震はやはり、突発で起きてきますから、必ずしもそういった設備が避難場所で整っているとは限りませんので、やはり、こういった準備日頃から重要ということになりますね。はい。
そして地震は時間を選ばないということでしたが、就寝時の対策もしっかりと行うようにしてください。例えばですね、就寝時は頭の方に重いものを置かない、そしてすぐに明かり確保できるように懐中電灯の準備、その他にも、まあ、危険なもの、まあ、下に割れたガラスなどが落ちている場合がありますよね、はい、そういった時に備えてスリッパを準備したり、情報を見るためにスマートフォンなども準備するようにしてください。地震はいつどこで起きるか分かりません。ぜひ日頃からできる備えをしっかりと行うようにしてください。また地震情報はお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。ぜひご活用ください。